大阪市立上津小学校大阪市立上津小学校は大阪府大阪市淀川区にある公立小学校明治時代初期に当時の西成郡、水戸や村、町村制志向で上津村に設置された小学校を起源とする学校名の上津は当時の村名の西成郡上津村に由来する上津の村名は神崎川と中津川 現在は埋め立てられているに挟まれた地域の村が合併して発足したことから、神崎川の神と中津村の都を組み合わせて命名されている。太平洋戦争の戦災のため、終戦直後に大阪市政工事国民学校、1925年、中津第三人城小学校として創立を統合している。現在の大阪府立、 北野高等学校北東敷地道高北東に隣接する万四のあたりが旧西高寺小学校高地跡である。明治時代初期の学生発布に伴い、1873年に西成郡、三戸屋村、現在の淀川区、三戸屋付近に第六大区第五小区第一番小学校、三戸屋小学校が設置された。また1876年には、 西成郡小島村、現在の淀川区十三島付近に、第6大区第4小区第9番小学校、小島小学校、1877年には、西成郡野中村、現在の淀川区野中付近に、第6大区第5小区、第2小学校、野中小学校が設置された。1885年5月2日に、水戸や小島、野中の3小学校が合併し、 西成郡、三戸屋村の大恩寺に、三戸屋小学校が設置された。この時に設置された、三戸屋小学校が、現在の上密小学校の起源となり、同校では参考合併をもって、創立と位置づけている。1886年には、西成郡、三戸屋尋常小学校と称した。1889年の町村政実施に伴い、西成郡、三戸屋村、 小島村、野中村、堀村、今里村、堀上村、新在家村、木川村の八カ村が合併し、西成郡上津村となった。水戸屋尋常小学校は1899年9月、上津村大和今里十九番地の現在地に移転したが、公明は引き続き水戸屋を名乗った。1九百七年四月には高等下を平地し、西成郡 三戸屋神城高等小学校と称した。1922年1月1日付で村の名前を取った上密神城高等小学校に改称している。明治時代後期以降の大阪市街地の拡大、産業の発展、1910年の13駅の開業などを背景に地域が宅地化し、それに伴い児童数も増加し学校が過密傾向となった。 そのため1922年7月1日に小島文教場を、1924年9月22日付で水戸屋文教場をそれぞれ開設した。上密町、1922年調整志向は1925年4月1日に大阪市に編入された。これに伴い、大阪市上密神城高等小学校へと改称した。 大阪市編入から8ヶ月後の1925年12月1日には、小島文教場は、大阪市13尋常小学校、現在の大阪市立13小学校として、また水戸屋文教場は、大阪市、水戸屋尋常小学校、現在の大阪市立水戸屋小学校として、それぞれ独立開校した。1934年9月21日の室戸台風では、 校舎が反壊し、継承者8名を出した。1936年4月18日には、田川文校を設置した。田川文校は1936年6月1日付で、大阪市田川尋常小学校、現在の大阪市立田川小学校として独立した。国民学校令により、1941年に大阪市加密国民学校となった。 太平洋戦争の選挙区悪化を背景に、1944年以降、諸島家児童は学童疎開を実施することになった。集団疎開は、各行政区ごとに疎開先の府県が指定され、当時の東淀川区、現淀川区の区域含むでは、大阪府北摂地域への疎開が割り当てられた。上密国民学校では、池田市への疎開を実施した。 高等科児童については勤労動員が行われた。高等科は1945年、近隣の田川国民学校高等科を統合している。1945年6月26日の大阪大空襲では、校内に焼夷弾が落下したが、炎症は食い止めた。終戦直後には、空襲で被災した福島商業学校、現在の理政者学園と夜中中学校、 理牲者高等学校、東淀川区役所出張所、大阪市土木出張所が校舎の一部を借用した。戦災被害の影響で、1946年には大阪市聖光寺国民学校を統合している。1947年の学生改革により、大阪市立加密小学校となった。1963年には火災により、木造校舎を消失している。 現在の淀川区新北の付近はかつて、西成郡清晶路村と呼ばれ、町村政実施により、西成郡中津村、1911年調整施行により、中津町となった。元は、現在の中津と一体の地域だったが、明治時代中期に実施された新淀川の改作工事により、中津村は南北に分断され、北部の西高寺地域が新淀川北岸の飛び地上の、 地域となった。中津村の児童は、西成郡中津人城高等小学校、現在の大阪市立中津小学校に通学していた。新淀川改作以降、成功寺地域からは十三橋、十三大橋の前身を渡って通学することになった。しかし十三橋は車や馬の通行が多いことや、高天時には、強風などで危険などと指摘された。そのため住民らは、 北部の聖光寺地域への学校設置を求めた。1912年には、中津神城高等小学校聖光寺文教場が設置され、神城下2年以下の児童が通学するようになった。その後中津町では、中津第二神城小学校が開校し、文教場は1923年に、中津第二校の文教場へと移管された。 1923年9月には尋常化4年まで収容可能となった。1925年3月1日に西成郡中津第三尋常小学校として独立開校した。中津町の大阪市への編入に伴い、1ヶ月後の1925年4月1日には大阪市中津第三尋常小学校と称した。当初は、 現在の新北の高峰西側付近、淀川区新北の1丁目11番付近に校舎があったが、児童数の急増に伴い、1928年に救護施設大阪府立州特院跡、現在の淀川区新北の2丁目4番5番近に移転した。この時に建設された木造校舎は当時、大阪市木造校舎の基本と言われた。 1934年の室戸台風では、大阪市内をはじめ深各地の小学校で、木造校舎が倒壊し大きな被害出した例が、相次いだが、聖高寺校の木造校舎への被害はなかった。1941年の国民学校例により、大阪市聖工事国民学校と称した。1944年には、豊野郡美濃村、現在の美濃市への学童疎開を実施している。 1945年6月7日の大阪大空襲により校舎を全焼した。終戦後の1946年に隣接校区の上密国民学校に統合されて休校となり、そのまま廃校となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。